達が働いてる仕事場の上に板があるから取りに行って言われて、取りに行ったらその1本がさ、70年代の鈴木さんの板で、マークの花柄のなんか違うやつでさ、でそれ持って返しに行ったで、話したらさ、最高だなんて言ったって1本削ってやるって言って、何がいいって、いやもう任せで、もう何でもいいんで。クロウ、こんばんは。板が上がりました。板は魚に近いシンプルなシングルフィンのオンフィンです。よろしく。魚に近い80歳からゲットする。そのキャリアを知らない時代から詰めてた人の結び方、これ。もう結び方がやばい。僕は死んじゃってもこれ残るから。いやーもう大事にします、本当に。最高。やばー。シープ。オリジナルアウトラインですか？セットしてない。そう、完全オリジナル。これ、クロードのライン。ありがとうございます。うわ、やばー、オリジナルフィンだよ、やばー。伸びて、まあ、いろいろクロードの商品、オムカレン仕込みで、この既製品がないベース一番です。ベース一番、うん、なかなか溶けない。オリジナルだから、悪いけど日本ってほらすごいじゃん、物を作り出すと。だから四日市のろうそく屋が作ってる。へえ。四日市が日本のそういう産地だ。純国産、うん、いや純国産なんだって。そう、こうやると重なったところ、はい、そこがリンプルになる、うん、なる。いやこれオリジナル、ね、絶対先輩この塗り方するっすよね。ベースはこの塗り方なんですよ。あの自転車にこう積むやつなんでしょ、はいはい、あれ僕の解いてるんですよ。へえ。もともとね、うん、あれそうなんだ。あれでもね、特許ってほら20年だからさ、はい、そうですね、切れちゃう、切れちゃってるから、うん、そうするとオープンになる。はいはい。実はね、クロードとはね、何かの縁でね、たけしのさ、はい、盲目のサーファー、はい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 、あれ僕たけし事務所から頼まれて、セットあれチクラだったから、はいはいはい、行きましたよ何回も、でもクロードはいないんだよその時。じゃあもうその撮影の前のコーディネートみたいなのをやってたんですね。こういう大会こんなだとか、そう、あれ繋がってるな、ずっと何かでね、クロードが出てくる。ボブ・マクタビッシュいるでしょ、はいはい、彼もうちの工場へ呼んでシェイプしたりしてね、はい、彼に教えたんですよ、はい、ロングボードってね、シェイプの台で感覚的にね、はい、厚さをこう測る。でノーズボードでやりますよね。と真ん中手が届かない、頭の上に乗っけるんですよ、はい、それ瞬間的にくるっと回ってこうやって今何それやってる、こうやっちゃうんだボブ、うん、マクタビッシュが持ってきたテンプレット、はい、僕のやつと合わせたんですよ、はい、ほぼぴったりです。実はあの岩田の全日本でクロード、はい、10点満点出したんです。やば、岩田で僕のサーフィン人生で10点、おそらくもうないでしょ。おそらく10点出ないでしょ、はい、俺も1回もない。でもね、クロードはね、アマチュア時代ロングボード2連勝だから、はい、リスペクトですよ。彼ほらサーフィン好きじゃん、それが僕は大事、はい、
乗りしたでしょ、1本目からビンビンだったでしょ。いきなりトムカレー見えてくれましたね。魚前行ったら後ろから見ててさ、俺のサーフィンの写真の最初の写真しかでしょ。サーフィンだよ。すげえ下手なのにすげえかっこよく写ってる。ちょっとやれそうに写ってる。こんなもんだなお前みたいな。すいません。あれいくつの時あれ。あれ16っす。やば、はい。今何歳やったっけ。今年50っす。すげえ前やな。あれはね、でかい波を見ても前崎さんがテール絞ってて薄いから、ハードハードこれも一緒の宝物だ。うちの嫁がさ、喜んじゃう。あの人は言ってたの、とにかくもう外国に負けたくて、全部このボルト1個、はい、ワックス1個全部自分で作ったの。もう全部、とにかく全部日本でやれねえかっていうのがコンセプト。いやー、今日の午前中のサーフィンはほんとちょっと焦ったよ。久々に鬼緊張したね。チャリンコの横に板つけるのも特許もやばいよね。でさ、そのまた特許はそのサーフィンなのがかっきーよ。サーフィン系なのはめちゃくちゃライダーになりてー。お願いします鈴木さん。なりたい。これめちゃくちゃかっこよかったな。ちょっとかっこよさが違った。まだ現役だから鈴木正しい先輩は。